ソークラテイスの娘無名されての僧霊石碑。若い召使いが死せる女主人に向き合っている。EN、あたか、紀元前381年頃、古代ギリシアにおける奴隷制においては、古代ギリシアの世界にあって、奴隷とは、どのような存在であったのか、奴隷をめぐる、社会的、政治的、文化的な意味とありよう等についてが一説する。 同時代の他の多くの社会と同様に古代ギリシアにあっては奴隷制は社会的に許容された慣習であり制度であった。幾人かの古代ギリシアの著述家たちは奴隷制について自然なことであり必要な制度であるとも述べていた。この社会半径はソクラテス的対話においてはとりわけ疑問視され、ストア派の人たちが 記録に残る最初の奴隷制に対する非難を行った。奴隷は主として農業労働で使われたが、また石切場や鉱山でも使われ、家庭内の使用人、メシ使いとしても使われた。家庭内は紀元前5世紀及び6世紀において8万人を超える最大の奴隷人口を持っていた。これは市民の一所帯あたり平均して三人から四人の奴隷がいたことになる。 奴隷は法律によって政治に関与することが禁じられていた。政治に関与できるのは市民だけであった。現代の歴史技術学の監修はチャッテルとしての奴隷と土地に縛られたグループを区別している。前者は個人の所有物であり、奴隷である彼らは社会における可動成員の対局として財産の一部とみなされていた。後者はテッサリアにおけるペネスタイ、 あるいはスパルタにおける平老体などで彼らは西欧中世の濃度により一層近い存在であった。チャッテルである奴隷は自由を剥奪され所有者に従属することを強制された個人で所有者は彼らを他の形態の財産同様に購入したり売却したり貸し出したりすることができた。古代ギリシアにおける奴隷制度の学術的研究は 深刻な方法論的問題を抱え込んでいる。記録文書は脈絡がなく極めて断片的であり、主として都市国家庭内に焦点を当てている。この主題に特化して貢献しようという研究論文はなく法律学は研究が財源をもたらす程度に応じて奴隷性に関心を持ったに過ぎなかった。古代ギリシアの喜劇と悲劇はステレオタイプを示すだけで他方、 図像学は、奴隷と職人の間で実質的な識別を行わなかった。A マスターヒズスレーブイン、AEN、フライクスプレイ、シリションレッド、フィギュアドケーリックスクラーテル、紀元前百五十年前三百四十年頃。ルーブル美術館、パリ。古代ギリシア人は奴隷を示すのに、いくつかの言葉を持っていたが、このため、本来の文脈から離れた場面で奴隷が、 研究対象となる場合、テクスト的な曖昧さが発生する。ホメーロス、ヘイシオドス、また、メガラのテオグニスにおいては、奴隷は、ドゥモースと呼ばれていた。この用語は、一般的な意味を持っているが、しかしとりわけ戦利品として獲得された、戦争の捕虜を指している。古典時代においては、ギリシア人は、アンドラポドンという言葉を引用した。これは、 テトラポドンつまり、子息獣あるいは家畜などと対立する言葉として使われた。奴隷を意味する最も普通の言葉は、ドゥーロスであり、自由民つまりエレウテロスの反対語として使われる。より古い見受けない時代の碑文等の刻印に現れる、初期の形態としては、ドエロが男の奴隷であり、またドエラが女の奴隷である。動詞である、ドゥーレウを奴隷であるは、 支配権の別の形態、つまり、都市が別の都市に優越したり、両親が子供たちに優越したりするような場合に、安威的に使用することができる。最後に、お池定ーという用語がまた使われた。これは、家に住むものという意味で、家庭内の召使い、使用人を示している。これら以外で奴隷を表す言葉は、本来は別の概念を表し、特定。 限定的な文脈で使われるとき、奴隷の意味が出てくる。戦争の略奪品としての女。パラディオンにすがるカッサンドラーに暴行するショアヤース。赤絵式キュリクスのトンドは、見受けない文明を通じて存在した。ピロスより出土した多数のタブレットには、ドエオという言葉が、合計140回使われているのが確認できる。二つの法的カテゴリーが区別できる。 奴隷と神の奴隷である。この場合の神はおそらくポセイドオーン神である。神の奴隷は常に名前で研究され、自分自身の土地を所有している。彼らの法的地位は自由民の地位に近い。神への彼らの束縛の性質と起源は明確でない。通常の奴隷の名は、彼らのある、者たちはキュティラ、ケオス、ハリカルナスソスからやってきたこと、そしておそらく彼らは、 海賊行為の結果として奴隷化されたことを表している。タブレットは、奴隷と自由民の間の和合は普通のことで、奴隷は労働して土地を所有することができたことを示す。見受けない文明における重要な区分は、自由な個人と奴隷の間にあるというより、むしろ個人が宮殿の中にあるか否かの違いのように思える。ありがとうございます。